今回は案件ではありません。あ、でもこの肉はいただき物でした。今回はいただき物の肉を食べながら、今まで紹介しきれなかった実際に私が購入したもの、購入して良かったもの、また購入して使っていないもの、まとめて紹介したいと思います。ただいただき物なので肉の紹介はさせてください。今日も新築の家で一人焼肉。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。今回は冒頭に言った私が実際に購入して良かったもの、そしてせっかく購入したんだけども使っていないもの、その辺をランキング形式ではありませんが紹介したいと思います。その前に、この肉は昆布締め牛タン。この前テレビでやっていましたが、牛タンの焼き方、いつひっくり返すのか。そのテレビで言っていたのはこの状態で、この焼いていない方の面に油がにじんできたらひっくり返すと、そんな風に言っていました。もう油がにじんできてるんじゃないでしょうか。ひっくり返してみます。この昆布締め牛タンの中にも美味しいお召し上がり方として説明の紙が入っていましたが、焼き方としては最初は強火で、焼き色がついたら裏返し、焼きすぎると硬くなるので中まで火が通ったら取り出すと書いてあります。それでは焼いている間に実際に私が購入して良かったもの、まず一つ目、これはバング&オルフセンビオサンドエマージュ。案件で紹介したスピーカーですが気に入ってステレオサウンドで聴けるようにしました。動画の紹介ではこれ一つ単体での紹介でしたが、この音の広がり方、二つ並べて聞いてみたくなったんです。もちろんこの二つは無線でつながります。アプリでの設定は結構簡単でした。この二つ離れたところに置いてステレオサウンドにして楽しんでいます。これ結構金額は高いんですが、でも満足感があるセット、おそらく長いこと使うと思います。気に入ったのは音だけではない、このデザイン性も、またスペースを取らない、そしてステレオが楽しめる。やっぱり耳は2つあるのでスピーカーは2つで楽しみたい。この音に包まれるという感覚、時が経っても古いと思わせないようなデザイン、これ自分でも買っちゃって言いました。続いて購入して良かったもの、こちらも動画で紹介したバーウィーク1707の靴、人気の高いタッセルローファー。今回ご紹介するのはこの靴ではありません。この中に入れてるもの、こちらはシューズストレッチャー、シューズキーパー、シューズフィッター、いろいろ呼び方はあるみたいですが、要するに靴を伸ばすためのもの。なんかの YouTube の靴の動画で、革靴専門の YouTuber さんが小さめの靴を選びましょうみたいな話をしていて、言い切ってそれで購入したんですが、それで家に帰って履いてみると、もう小さくて履けたもんじゃない。そういえば買った時は薄い靴下を履いていました。まだ言い切って購入したので、お店の方にやっぱり小さかったんで交換してくださいとは言えませんでした。とはいえ足の長さはぴったりだったんですが、この足の甲の部分とかかかとの部分とか、そこが小さすぎて合っていませんでした。そんな時にこの商品を発見。これはネジを使ってギリギリ伸ばしてくれます。いろいろオイルを塗ったり、靴の中に物を入れて伸ばそうと試みましたが、これが一番手っ取り早く、そして簡単で確実。諦めていた靴が履けるようになりました。その効果のほどは、スッピッなもうスッと入るようになった。靴べらいらずで履けるようになりました。ただちょっと伸ばしすぎたかもしれません。
まあ履けないよりは全然いいです。そして同じ靴関係で私が購入して使っていないもの、それはチャーチイングリッシュシューズ。こちらはチャーチの革靴。チャーチはイギリスのメーカーで、007のジェームズ・ボンドが愛用していることで知られています。それがこの靴、シャノン。最強のプレーン2、チャーチの名作と言われているシャノン。これは正規店で購入、購入した時の金額は約14万円でした。今では値上がりして正規店での金額は約18万円になっています。この靴履いたらすごい気持ちいいです。ピタッとくる、まさに一生もの。まあ一生は履けないかもしれないけども、長いこと履ける靴だというのは分かります。メンテナンスをして大切に履いていく。ただ履いたら傷がつく、この裏側なんかも傷がつく。これ未だに1回も履いていません。1回履いてしまえばもうあとは普通に履くようにはなると思いますが、なかなかその勇気が出ない、そんな感じです。履かなくて大切にしまっておいてカビなんか生えたら泣いちゃうでしょうね。まあいつかは履きたいと思います。いつかは。これはもう OK。 そのまま焼肉に戻って、まずはタレをつけずにそのまま食べてみます。見てください、歯の形。これ軽く噛み切れました。肉は非常に柔らかい。柔らかい。昆布締めというだけあってもうすでに味がついています。そんなに昆布の味を思いっきり感じるような、そういう味付けではありません。全然このままいける。これにタレをつけるなんてもったいない。そのまま味わってもらいたい。奥さんにも取ってたやろ。今あまりにも美味しいので、今友達と飲みに出かけている私の妻に残しといてあげようと。これうまいわ。私の優しさが炸裂しました。決してカメラが回っていたので、これはうまい。そのことを意識して言ったわけではありません。私の優しさを引き出してくれたこの肉はラ・ボンバンスの昆布締め牛タン。詳しい内容は概要欄の URL からご覧ください。他にも購入して使っていないものがたくさんあるんですが、そのことはまた機会があったらお話ししましょう。でも最後にこれはご報告しておきましょう。これは買ってよかったと言うべきかどうなのか。これは仏像のフィギュア、イスムの商品。なんか年取ってくるとこういうものにも興味が湧くようになってきました。ちょっと衝動買い的なものもあったんですが、もうこれは美術品と言ってもいい。精巧にできています。うちの家の飾り物はだいたい奥さんが仕切っています。私なんかのスペースはありませんでした。その理由は趣味が悪いからということで。でもこれらを購入したことで、やっと私のスペースが半ば無理やり作ることができました。これを趣味が悪いなんか言ったら罰が当たりますよ。